here they are for one and all. The moments are about to call. Come on and sit down here with me. They're here for you on your TV. They are the moments. They are the moments. So come with me, give me your hand. I'll take you up to Moomin Land. You can fly just like a bird and sing the best song ever heard. There were the Moomins. 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 Ba 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 ba.秋が近いというのに暑い日が続きました。もう何日も雨も降らず、川まで干上がってしまったのです。これはただごとじゃないよ、スナフキン。そうでもないさ。そうでもない？ムーミン谷がまるで熱帯地方みたいになったのに。これが自然というものさ、ムーミン。川の水がなくなっちゃったのにスナフキンは平気なの？もちろん平気じゃない。釣りもできないしね。でも僕はあちこちいろいろ歩き回ったから、日照りや大雨にはしょっちゅう出会っている。それにしても暑すぎるな。こう暑くては何にも考えられない。頭を使えば涼しくなるわ。みんなぐったりしちゃったわ。海の水はなくなりそうもないな。そういうこと言うとバカだと思われるわよ。早く泳ぎたいわ。フローレン。さあ飛び込むぞ。うっだっ。あっ。えいっ。なんだこの木の箱は。沖の方から流れてきたのよ。何が入ってるんだろう。きっと
宝石かなんかじゃない？違う。そんな重いもんだったらこんな風に浮かばないよ。あんたの言う通りだわ。ほんと何が入っているのかしら。宝物見つけたの、ミー。残念ね。何が入ってるか知らないけど、ともかく軽いものよ。早く中身が見たいな。じゃあ早く押して。はい、スタート。やっぱり宝石だと思う。果物かもしれないわ。なにこれ。植物の種じゃないか。何の種だろう。いろんな種類があるわ。これはおそらく熱帯植物の種目だな。エムレンさん、熱帯植物？例えばバナナやマンゴー。バナナ？マンゴーですって？まあ私も熱帯植物は詳しく研究はしてないから確信はないがね。ねえママ、この種をまいてみようよ。ええ、いいわね。でもママ、ここは熱帯地方じゃないんだから、まいても無駄じゃないかな。芽が出ないとおっしゃるの？いや、芽は出るかもしれないが、育たないと思うよ。しかし、近頃の暑さは熱帯並みじゃないか。とにかくまいてみようよ、ママ。そうよ、このまましまっといても仕方ないわ。バナナやマンゴーがなったら素晴らしいでしょうね。それじゃ、まいてみましょう。ムーミン谷でバナナやマンゴーがなるなんてありえんことだよ。ママも子供たちと同じように夢中になってる。無駄だと思うよ。でも夢を見るのは大人になっても楽しいさ。ムーミン谷がジャングルになるか。ねえ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 、ヘムレンさん、この中に美味しい果物の種入ってるかしら。いや、私にもわからんよ。多分これがマンゴーだと思うが。ありがとう。食べられるものだけ育てるのかい。私、秘密の果樹園を作ろうと思ったの。でもマンゴーだけじゃ私の夢もダメなようね。ヘムレンさん、バナナの種教えて。自信はないが多分これだよ。自分用の果樹園を作るつもりかい。このバナナを一番育ちそうなところへ撒くの。ムーミンバナナ大好きでしょ。ムーミン谷ではバナナなんてとても無理だよ。それにしてもなんという暑さなんだ。早く夜が来ないかな。夜の方がいくらかは過ごしやすいですよね。うん。星空を見ながら寝るなんて最高。それより暑くないのかい。ぐっすり眠れるわ。ミーはいつでもぐっすり眠れるのと違う？今晩は象に踏まれたって起きないわ。あ、フローレン、そこよりこの木の下に寝たらどうかしら。そこからは星がよく見えないの。私、星を見ながら眠りたいの。もし夜中に雨が降ったらずぶ濡れになるもの。ママ、それ冗談？いいえ。長いこと雨が降っていないし、今晩もこんなに晴れているんですもの。でもまだ夏ですからね。にわか雨が降ることもあるわ。ママ、フローレンは雨でびしょ濡れになってもきっと幸せよ。あら、どうして？だってフローレンもそうだけど、みんな雨が降るの待ってるんですもの。そうだわね。じゃあおやすみ。風邪ひかないでね。
くなった。おやすみなさい。おやすみ。暑くて眠れない。子供たちみたいに外で寝ますか？ハンモックで寝るかな。雷だ。雨が降るのね。待望の雨ね。驚いた雨だわ。ムーミン、ムーミン。もう朝。お日様が眩しい。雨が降ってきたわ。雨？すごい雨だ。今にここも濡れるわ。どっかに移らないと。本当に雨が降ってきたんだ。フローレン、フローレン。よく眠ってるな。フローレン。雨？大雨よ。ママの言った通りになったのね。うん、濡れるから家に入ろう。ええ、でももう少しここにいましょうよ。久しぶりの雨ですもの。さあ、これでもここにとどまる気。大変だ、ジャングルだ、ジャングルになった。おい、起きろ二人とも。ジャングルだ、うちの周りがジャングルになったぞ。ジャングル？あの熱帯植物が芽を出したっていうのか？大きな木になったんだよ。夕べの雨のせいね。それにしても。僕、ジャングルを探検してくるよ。あの種にはきっと魔法がかかってたのね。そうだな。さ、探検に出かけよう。よかった、水が流れている。これは…スナッキー！これはどうしたの？昨日熱帯植物の種をまいたんだ。魔法の種だったらしく、一晩でこんなジャングルに育っちゃったのさ。へえ、面白いね。ねえ、ジャングルの探検をしない？驚いたな。この大きな花は何だろう？ランみたいだけど。本当の熱帯地方みたいになっちゃったな。違うよ。違うって？植物だけでは熱帯地方にはならないだろ。あ、そうか、動物もいなくちゃね。だからまあここは熱帯植物園といったところさ。
え、食べてからね。あー、おいしい。あれ？何探してるんですか？ヘルメットだ。ヘルメット、ほら、ジャングルの探検隊が被るやつ。そんなものあったんですか？若い時に仮装ダンスパーティーで被ったやつを確かここに入れたと思う。お、ほら、あった。まあ奇跡ね。どうだい、似合うだろう。あ、そうだ、ヘルメットが早速役に立った。よっ。パパ、何してるの？パパ、あ、地下室へ行こうと思って。何を出すの？鉄砲だ。鉄砲？この帽子と鉄砲はジャングルにぴったりのものだろ。鉄砲は必要ないと思うけど。どうして？ここには動物はいないもの。隅から隅まで見たわけではなかろう。ほら見ろ、これは動物だぞ。変な動物だな。これは動物じゃない植物だ。ネズミあたりが種を引いてきたんだろう。目玉があるよ。つまり人食い植物だと思うな。人食い？ん？おい、何をする？あ、助けてくれ。あ、こいつら私を食べるつもりなんだ。引き込まれる。パパ、頑張って。そう、あ、助けてくれ。ちぎれる。はあ、ありがとう、ミー。君は命の恩人だ。尻尾の恩人ってどこかしら。君たち、このドアが開かないように何か押さえるものを持ってきてくれないか。早く。おい、早く押さえるものを頼むぞ。だったら開けられないだろう。あまり力があるとは思えないもんね。とんでもない、パパを引っ張ったあの力は大変なもんだったぞ。何かあったの？あったのよ、地下室に人食い植物が大勢いてパパを食べようとしたの。まあ、あ、大変だ。どうした？地下室からは台所へ直接登れるんだ。ママが危ない。あら、よかった、危なかったね。パパ、どうしたの？お腹でも空いたんですか？そうじゃないよ、今熱帯風の料理を作っているところよ。あ、パパ、ちょっとそこごめんなさい。はあ、信じられない、これは間違いなく熱帯のジャングルだ。あ、これは方眼の木だ。これは、あ、ギリ林だ。なんということだ。私はムーミン谷で熱帯植物の採集ができるんだ。うん、二色の手がいるな。ムーミンパパのお借りよ。なあ、ちゃんと片付けておかないからドアが開けられないじゃないか。これ、よいしょ。お、これ、
しい？ジャングルの王者ね。ひいき目に見てもお人形さんってとこね。ジャングル守る、フローレン綺麗。見てらんないわ。さ、ジャングルへ遊びに行きましょう。助けて、人食い植物に追われてるんだ。え、他にもいたのか。やつら地下室にいたんだ。え、ドアを開けたの？移植ゴテを借りようと思って。ヘムレンさん、あなたは植物に詳しいんでしょ？人食い植物をやっつける方法を知らないんですか？そんなことを知るもんか。いや待て、あいつらは音楽に敏感に反応するってどこかで読んだ記憶がある。音楽？スナフキン、ハーモニカ吹いてみて。踊り出したぞ。もう少し音楽を続けてくれ。音楽が終わったらどうなるの、ヘムレンさん。さあどうなるかな。どうしたんだね。お？こうやって見ると案外可愛い連中だな。たった一晩でムーミンの家の周りはジャングルに変わってしまいました。この熱帯の密林はいつまでもこのままなのでしょうか。ジャングルにとどろくうなり声、そして怪しく光る二つの目。そんなバカな、ジャングルの中に猛獣たちがいる。まさか種と一緒に生まれてきたっていうの。次回、楽しいムーミン一家、ムーミン谷はジャングル、お楽しみに。She